バイゼリーパイセン、え、バイゼリーパイセン入ってきてく、入ってきてね。あー抜ける、え、抜ける抜ける抜ける。はい、この信号を左からのトムくんちゃんバイクブブでございました。どうも皆さん、バイクブブでございますね。こんにちはね。今日も車からですね、スタートでございますよね。でね、まあ皆さんね、ご存知かと思いますが、私、819BNBN のブンブンはですね、ないんですよね、今バイクがね。ないですよ。なのでね、例によって車移動なんですけれども、本日はですね、これからですね、クリの ZRX をですね、ちょっと実家に今バイク置いてるみたいなんで、ちょっと実家まで行って、ちょっとクリの ZRX を借りまして、ちょっとバリコが来るまでのね、準備っていうものをね、ぶちかましたいと思いまきー。警察、警察大丈夫かな、俺ヘルメット大丈夫かな、まだ大丈夫だよね、大丈夫大丈夫、もう俺安全に留意してるってね言えば大丈夫でしょ。ああ、そんでね、まあバリコがね来るまでの間にね準備するものとして一番欲しいのはライディングブーツね。ライディングブーツはマジでね、ちょっとそろそろ本当買わないといけないなっていうことで、ちょっと二輪館行って買いに行こうかなと思うんですけど、まあ他にもね、二輪館で、ちょっとこれエロいなーみたいなのあったらちょっと買っちゃうかもしんないんでね。今日はちょっとショッピングデーですよ、ショッピングデー。テンション上がってきたなよ、おい。今日はもうショッピングしちゃうよーということでね、これからね、クリの ZRX 仮に東川口二輪館の方行ってみたいと思いまんこー。A few moments later. おへへ、お前何やってんの、嘘でしょ、何やってんの俺今ちょうどクリから ZRX 借りて、ここでオープニング撮ろっかなと思ったとかな。え、マジで、お前出るからね動画お前動画出るからえ、あ、ごめんごめんごめん、ちょっと気をつけてな、俺今からちょっとオープニング撮らなきゃいけないからあ、どうもこんにちは、バイクブームでございます。どうもこんにちは、バイクブームでございます。友達に会いました。これはね、あの僕のね中学の友達なんで、いや、会いました、たまたまね。というわけでですね、クリから ZRX 借りられました、ということでね。私の見てください、これ。あのね、このね、靴をね、もうちょっとね、やめようかなと思いましてね、この靴も嫌ですと。これ、とんでもない色になってんの、これ。とんでもない色になってるから、これもね、ライディングブーツはもう買うべきだと。元ブロガーとしてね。ちゅうわけで、今日はクリの ZRX で、バリコが戻ってくるまでの準備をね、したいと思いますね。で、本日はですね、僕の装備を整えるということで、ちょっとクリの ZRX のね、仮にね、クリの実家まで行ったんですけどもね、あいつ今ね、実家には住んでなくて、一人暮らししてるんですけど、クリがね、クリのお母さんにね、ちょっと言ってくれてて、俺があの、今日取り行きますってこと。そしたらあの、こんなね、張り紙がね、あの、ハンドルポストのところに貼ってありました。クリのお母さん可愛すぎん、マジで。クリのお母さんがガチ可愛いのよ、ほんまに。あ、ここ、僕とクリの母校です。ここ、ホルトクリの母校でしたね。はい。で、中学校の時とかね、なぜかね、小学校に入ってね、ここでバスケしてましたね。ははは、懐かしいな。西方小学校ですね。ここで、よくサッカーとか一緒にクリでやってましたね。で、ここの静電気公園っていうね、隣の公園にね、ありえないぐらいエロ本が落ちてて、昼休みここからこう抜け出してね、ここからこの南門からこう抜け出して、あそこのエロ本取りに行って、みんなでね、そこら辺で読んでましたね。懐かしいな、おい。もう俺がね、俺の小学校の時の性を開花させてくれたのは、あそこの静電気公園やからね。てかね、まだね、もう一個迷ってんのがあって、俺がこう、バイクがない今みたいな時期に、こうやってクリはバイクを貸してくれてるわけじゃない?で、やっぱり人にバイクを貸すってやっぱ嫌なのよ、絶対にね。で、相当信頼してる友達同士じゃないとできないと思うのよ。だけどクリはね、特に文句を言わず貸してくれてるから、なんかね、クリの ZRX の関連するパーツとかもね、なんかちょっと買ってあげようかなと思いますね。まあ、パーツじゃないにしても、なんかしら。もういつもね、クリにはね、お世話になってばっかりなんで、ちょっとさすがにね、クリの ZRX ちゃんにもね、なんか買ってあげようかなと。うわ、パイパンこそ野球やってる。いいねー。やってたなー、俺も少年野球やってましたね。ここね、多分ね、どこだろうな、マクリスネックスとか多分そういうね、チームだった気がするな、この辺の地域の野球チーム。めっちゃ強くて、俺小学校の時マジで戦いたくなかったの。で、俺、ピッチャーだったんだけど、一応ね、ピッチャーだったから、このマクリスネックスが、めちゃめちゃ打ってくるのね、マクリスネックスを当たると。で、死ぬほど打ってきて、後で監督にブチ切れられるから、マジでマクリスネックスは戦いたくなかったな。いや、誰がわかるん?この話。マクリスネックスの話。
としっかり傾けていく。人のバイクでも傾けられると、これが全バイクを網羅してる男、バイク部分です。はい、爆音いきます。久々のゼッタレックスで、ちょっと東各地二輪かあと5分で着いちゃうんだけど、楽しい時間はみんなあっという間ですね。あー、かわいい。パイパン小僧、補助輪外れんの早くね。パイパン娘やったわ。補助輪外れんの早いな。俺補助輪外れんのマジで遅かったからな。今バイク乗れてんの奇跡やで、マジで。すごいな。あ、バイクだよ、よろしくね。かわいいね、あの子。じゃあね、バイバイ。かわいい。めっちゃ見ててきてた。手振ってくれたし。かわいい。子供の八重ほど嬉しいもんないよね、やっぱ。早く子供欲しいな。爆音いきまーす。ちょっとあれやな、トンネルの長さが足りんかったな。今単小方形トンネルだったらあんま響かんな。うわ、すげえ坂だな。おい、見せてやれ、絶対する力。やあ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 、よし、いけたわ。かわいい、なにこの車、二人乗れんのこれ。一応すげえかわいい。かわいい、お前ルパンでももうちょいでかいの乗ってたで。さあ左入ります、東川内二輪館方面入ります。ここのワインディングが一番気持ちいいから。死ぬほどバイクいますね、やばいな。あー、うわ、スーファー止まってんじゃん、エロ。ちゅうわけで俺のライディングブーツっていうもんをぶちかましていきたいと思います。A few moments later. 今二輪館行ってきたんですけど、マジで刺さったライディングブーツあったんですよ。だけどね、サイズがなかったから、あとバイク楽しすぎるから、もう一軒行こう、もう一軒行こう、もう乗りまくるしかないっしょ今日は。さて行くぜ。ちょっとね、ライディングブーツね、僕のねマジで刺さるやつあったんだけど、サイズがなかった、サイズがなかったから仕方ねえから、あのアヒル隊長だけ買ってきました。あのクリの ZRX にはねいつもお世話になってるんで、まあね、さすがにアヒル隊長でね、お礼しようかなっていうことで買ってきましたね。ちゅうわけでね、今からね越谷にあります南海部品にね行きたいと思います。おい、パイパン小僧まだやってんじゃん。なんか試合やってね、パイパン小僧試合始めてる、試合始めてるよ。おい頑張れ。今マクリスネックスボコボコにして、マジで今ピッチャーやったらさすがにボコボコにできるわ。ちゅうわけでですね、もう南海部品手前まで来てるんでね、もう行くだけですよ。あとはなんかアヒルちゃん、アヒルちゃんなんか抜け出そうとしてね、右半身抜け出そうとしてんだろお前。ここに収まってなさい、あなたは。あれやな、ここのメーターのこの間の部分ギチギチすぎるな。アヒルちゃんもうえぐい、もう鬼のパイ釣りされてるみたいになってる。鬼のパイ釣りされてるチンポコみたいな縮込み方してるで。ちゅうわけで右折お邪魔しますわ。バイクお金かかんないんでね、これだから何回はやめらんね。ちゅうことで何回来ましたね。ちゅうわけで俺のライディングブーツをやっとね買えると思いますんで、芝居で行こう。A few moments later. 品揃えうんちすぎ。マジで品揃えがいくらなんでもうんちすぎるから、これ東かぐち二輪館戻るわ。東かぐち二輪館の方が、まあ、サイズはなかったけどもう一個いいのあったから、そっち行くわ。なんで東かぐち二輪館往復せなあかんのよ、これちょ往復だわ。まあいいや、まあいいや、バイクいっぱい乗れるし。あんた何してんの、あんた何してんのよ。もう後ではめるからなお前。本日3回目のマクリスネークスですね。今多分私の予想ですと2対0でマクリスネークスが勝ってますね。行け戻れ、速攻行くぞ東川内二輪館。もう俺ライディングブーツが欲しいねんて。おいお前、パイ釣りから出ようとすんなって。だからちょっとパイ釣りから出ようとすんな、ズリってろお前。パイ釣りパイセン、パイ釣りパイセン、めっちゃ回ってますよ。ここの直進めっちゃ回ってる、パイ釣りパイセン。え、パイ釣りパイセンなんか完全に浮いてません？パイ釣りパイセン、あなたそれ挟まってるだけじゃない？パイ釣りパイセン、待って、まずい、それはパイ釣りパイセン、それは落ちるって。パイ釣りパイセン、お前くっついてろよマジで。おい、行くぜ。え、本日2回目のですね東川口二輪館ルートにやってまいりましたね。お邪魔します。はい、ちゅうわけでね、東川口二輪館本日2回目のね、もうやってまいりましたね。まだ、あ、もう買うもんは決まってるんでね、もうあとは買うだけでございますね。というわけでライディングブーツをしばき通してきたと。ブルーシー。 A few moments later. はい、というわけでですね、皆さんご覧ください。じゃん、見てくださいこれ、
かわいいのこれ、めっちゃよくない？買っちゃいましたよ。で今東川口二輪館からね越谷まで戻ってきたんですけど、見てください、このバカでいけえ袋で持って帰ってきました。マジで死ぬかと思ったね。で俺はこっからライディングブース男や。すいません、写真撮ってもらってもいいですか？大丈夫ですか？ごめんなさい、すいません。ありがとうございます。あ、もうバッチリです。ありがとうございます、すいません、ありがとうございました、ごめんなさい、ありがとうございます、頑張ってください、ライディング。これからはねもうライディングブーツを履いたアルティメットブンブンでねモートブログ生活を送っていきたいと思いますね。そして ZRX 君にもこのね、パイズリーパイセンをね与えましたので、もうこっからはパイズリーパイセンとアルティメットブンブンでブンブンしまくっちゃうよということでね、今回もどうも皆さんご視聴ありがとうございました。あ、パイズリーパイセン、パイズリーパイセン、あ、パイズリーパイセン、あ、パイズリーパイセン、パイズリーパイセン、パイズリーパイセン、ちょ待って、ちょ待って、パイズリーパイセン、おい、マジで挟まってろよパイズリー。あ、まあ、やばいやばい、歩行者にパイズリーが。すいません、ごめんなさい、すいません、すいません、ごめんなさい、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。マジで、ちょ待って、これパイズリーの位置、お前移動だ、お前パイズリー、お前移動だわ。